こんにちは、ルイです。本日の試合は5対2で勝ちました。なんとかね、カード勝ち越しができてね、とにかく良かったと思いますし、まず先発ね、ウィーズリーということで、5回3分の2を投げて被安打4、三振8、四死球2つ、1失点ということで、素晴らしかったと思いますし、本当にナイスピッチングだったと思いますけど、まあ、昨日の段階ではね、コントロールがね、ちょっと不安だったりとか、まあ、球数がかさんでしまうとかね、ちょっと話してたんですけど、まあ、ボールのキレ、まあ、やっぱストレートはね、本当に力強いですし、まあ、初回からね、本当にいいストレート投げてましたし、特に、まあ、スライダーとカットボールですかね、この2つの変化球、本当に素晴らしい切れ味だったなと思いますし、今日見ててね、特に左バッターの膝元に、こう曲がってくるスライダーだったりカットボールだったりっていうね、結構中日打線ね、手こずってたかなと思いましたし、すごく本当にやっぱキレが抜群だったので本当に打たれなかったなと思いますし、まあコントロールもね心配はしてましたけど少しは、まあでもね、まあフォアボールデッドボール一つずつだったので、まあ悪くはなかったと思いますし、まあフォアボールでね崩れなければ今日のピッチングだったらね、ある程度抑えられるっていうピッチングをしていたので、まあそれがね、見事に、コントロールがねある程度収まってましたし、まあ、変化球とかでもねしっかりカウント取れますし、まあ、ストレートでもね空振り取れますし、まあ、本当にこう、まあ、次回もね楽しみだなと思いますし、まあこれでね、まあ、来日初勝利も、なんと、ゲットできたので、本当にまずそこはね嬉しく思いますし、まあストレートか変化球は、ね、いいんですけど、まあまああとは、まあ、クイックはねちょっとまだこう遅いんですけど、まあ、あとバントとかもちょっとね、まあ、あんまり上手くないなと見ててね、今日の試合見て思いましたけど、まあ、この2つがね改善してこればもっとね良くなってくると思いますけど、まあでもね、その不安してたコントロールもね、まあ、今日は良かったのかなと思いますし、まあ、多分次回もね、投げるんじゃないかなと思うので、まあ、今日のピッチングみたいにねまた次の、登板もね期待したいなと思います。で、打線の方ですが、中日先発、まあ、ルーキーの中地投手ということで、まあまあ初対戦なんでね、まあちょっと読めないっていう感じではありましたけど、まあ、3回にね、まあ、ツーアウトランナーなしから、まあ、森下が内野安打で、大山がフォアボールで出て、まあ、ツーアウト1、2塁ね、テルが先制のタイムリーを打ってくれました。まあ、初回もチャンスで、ね、テルは三振してしまったので、まあ、その借りを返したというね、一打になったのかなと思いますし、まあ、低めのね、落ちる方のツーシームだと思いますけど、うまくね、まあ、当たり自体はね、あんまり良くなかったかもしれないですけど、まあ、いいとこにね、飛んで抜けてね、まあ、森下もね、本当に二塁からよくね、まあ、ライトの川越からすごい送球返ってきましたけど、まあ、よくね、走ってセーフということで、まあ、テルもよく打ってくれましたし、まあ、森下もね、本当に二塁から激走して、よく走ってくれたんじゃないかなと思います。で、4回は、追加点、近本のタイムリーということで、まあ、すごい上手かったですね。外から入ってくるスライダーを、まあ、少し甘くね、真ん中付近に来ましたけど、まあ、引っ張ることなく、逆らわずにレフト前と。まあ、これ以上、うまいバッティングできないんじゃないかなっていうぐらいうまく打ったので、本当に近本らしいというか、まあ、本当に技術が高いんだなというふうにね、改めてすごいなと実感されてますけど、まあ、身に染みてます、本当に。で、5回は、島田のタイムリー。まあ、まあ、これ詰まってはいましたけど、いいとこにね、飛びましたし、まあ、梅ちゃんもね、続いてタイムリー打って、まあ、ストレートをしっかりね、まあ、バッティングカウント 3-1 から思い切って振ってね、いいタイムリー出ましたし、その後もね、まあ、近本が犠牲フライ、また打点を積み重ねてくれたということで、まあ、この5回もね、一挙3点取ることができたんですけど、まあ、今日はね、この5回までで2桁安打も出ましたし、まあ、今日はね、3回、4回、5回と、この3イニングで5得点ということで、まあ、見事な攻撃だったと思いますね、この3イニングは。まあ、特に5回のね、3点なんてこう、うまく、まあ、先頭のフォアボール、大山のフォアボールをきっかけに、そこから4連打、出ましたし、まあ、近本も最後ね、最低限犠牲フライ出ましたしね、まあ、タイムリーも2本出たし、まあ、本当にいい攻撃をしてくれたと思います。で、ピッチャーね、中継ぎの方は、まあ、ビーズリーが、6回途中でマウンド降りたので、まあ、あとワンアウトをね、まあ、島本が、投げて、まあ、2球でね、宇佐美をレフトフライにしっかり打ち取ってくれたので、まあ、いいね、リリーフだったと思います。で、
7回は岩貞ということで1イニング。まあ、被安打3で1失点ということで、まあ、失点はね、してしまいましたけど、まあ、でも、打たれることはあるので、まあ、でもよくね、1点に留めたんじゃないかなと思いますし、まあ、なかなかちょっとこう、うまくはいかなかったかもしれないですけど、まあ、最後ね、こう、1点取られた後も、ワンアウト1、3塁で、大島、岡林っていうね、こう、中日の怖い左バッター2人、まあ、1、2番を迎えたわけなんですけど、まあ、サードフライと、センターフライ、あ、レフトフライか、に抑えたので、まあ、素晴らしかったんじゃないかなと思いました。あそこでずるずるね、複数失点しなかったっていうのはね、すごく大きかったなと思いますし、よく踏ん張ってくれたと思います。で、8回は、梶谷ということで1イニング、完璧でした。三者凡退無失点で、まあ、7球でね1イニング終わらしたので、まあ、素晴らしく内野ゴロ3つかなで終わらしたので素晴らしかったし、この8回ね梶谷投げてる時には梶谷のねいいピッチャーゴロもあったし、まあ、ショートゴロ、日波のランニングスローとで、テルのうまいねグラブさばきがあったので、そこに、ね、守備もねスムーズにできて、こういい形で1イニング終われたし、まあ、梶谷もいつも通りね投げてくれたと思います。で、最後9回、3点差だったので、もちろん岩崎ということで1イニング。まあ、三振2つ取って、三者凡退無失点と、いうことで、まあ、素晴らしいね、またピッチングを見せてくれましたし、まあ、ずっとね、まあ、10試合以上ね、連続無失点が続いてますので、まあ、本当に頼もしいね、守護神という形で。最後のこう、高橋周平に対するね、あの、まっすぐ3つあったんですけど、まあ、周平初球ね、こう、打つ気がなくて、まあ、岩崎、それが分かって、球速を少し落としてストライクをしっかり取るっていうのは、そこはベテランの技だなと思いますし、その後2球目しっかり今度は力を入れて、空振りを奪って、最後も力を入れて、まあ真ん中付近のボールでありましたけど、まあ今までで多分一番強い球をいって、また三振ね、3球三振打ち取って、すごいいい締めくくりをね、見せてもらえたので、素晴らしいピッチングだなと思いますし、まあ最後のね、こう、ボール、ストレート、こう145キロだったんですけど、まあ本当にボールが見えなさすぎて、160キロぐらいにね、体感見えたんですけど、まあそれぐらいね、すごいボールを投げていたんじゃないかなと思います。ということで今日の試合はざっとこんな感じで、まあ今日のねこう攻撃点数の起点となったのがやっぱ大山のフォアボールと木浪のヒットだったと、個人的には思いますし、まあ、他こうタイムリーね出た人は素晴らしかったんですけど、まあ、大山今日ねあの初打席からねこう3打席連続フォアボールだったんですよね。で、木浪も初打席から 3安打、猛打賞ということで、素晴らしいね。この2人が、攻撃のまずきっかけとなった、2人だと思いますし、まあその後にね、こう、続いた、野手陣も素晴らしかったと思うんで、まあ6回以降はね、ちょっと取れなかったんですけど、まあでも5回までで5点で、まあ本当はね、こうダメ押し点というのは1点はね、欲しかったと思いますけど、まあでもピッチャーね、今日は頑張ってくれたので、まあ打線も5点は取っているんでね、まあ十分に頑張ってくれたと思うんで、まあこの中日3連戦もね、こう2勝1敗でカード勝ち越しできたんで、良かったですし、まあ昨日がね、全く打てなさすぎたんで、ちょっとどうかなと思ってましたけど、まあ、やっぱり昨日は本当に打てない日だったんだなと改めて感じましたね。今日これだけ、まあ、5点取れたんでね。まあ、相手の、ね、ルーキーの中地投手もね、本当にストレートはね、かなりいいボール投げてきてたので、まあ、どうかなと思いましたけど、まあ、でもね、みんなこう対応的にはそんなに悪い対応ではなかったので、まあ、2巡目以降からはチャンスあるかなと予想して見てたんですけど、まあ、それが見事にね、僕は的中したという形になりましたけど、まあ、でもこう、今日はね、中地投手もちょっとね、コントロールがアバウトだったので、そんな、調子自体はね、良くなかったかもしれないですけど、まあそこでしっかり点取れたのはね、良かったのかなと思います。ということで、しっかりカード勝ち越しね、できて、明日から、DeNA 戦ということで、まず、先発、明日村上が投げてくれますし、DeNA も東ということで、まあまたピッチャーだけ見たら、投手戦になるんじゃないかと。いうふうに思うんですけど、まあ村上も DeNA 戦なんですけど、まあ別にどこと対戦してもいつも通りね、投げてくれると思うので、まあいつも通りね、まあとりあえず試合を作ってくれたら、まあそれでいいのかなと思いますし、まあ東に関しては前回確か完封許してるんですよね、ハマスタでね。まあ明日も球場ハマスタなんですけど、まあちょっとまた手こずるんじゃないかなと思うし、まあ東も本当に今年ね、現状ずっといいピッチングね、こう、し続けているので、ちょっと怖い相手ではあるんですけど、まあなんとかね、攻略できるようにね、頑張ってほしいなと思うし、まあ球場がちょっとね、ハマスタっていうのがあるんで、まあ東ももちろん怖いんですけど、ハマスタっていうのが一番怖いですね、こっちからしたら。ちょっとハマスタでずっと連敗しちゃってるので、まあなんとかね、勝ってくれというね、感じで思いますし、まあなんとかこう、
今回のカードね、中日戦カード勝ち越しができたんで、まあいい流れではあると思うんで、その中で行ってほしいなと思うんですけど、まあちょっとまたハマスタなんでね、屋根がない球場なので、まあ暑いと思うんですけど、まあなんとか暑さに耐えながらね、まあ野手陣も投手陣も踏ん張って、頑張ってほしいなと思いますし、まあなんとか本当はカード勝ち越しはしたいんですけど、ちょっと球場の相性の悪さがあるんで、とにかくやっぱり三立てだけはね、避けないといけないので、まあとりあえずね、まず一勝できるようにね、頑張ってほしいなと、まあちょっと発言は弱気なんですけど、まあちょっと連敗中なんでね、あんまりこう、大きいことはちょっとあんまり言えないなっていうね、感じなんですけど、まあとにかく明日初戦勝てたらもちろんでかいし、まずまにね、こう、打ち勝ったらとかね、そういう試合ができればもっとこう流れに乗ると思うので、まあそういう試合が見れたらね理想なんですけど、まあまた投手戦になればね、まあ逆にいいのかなと思いますし、そのいい試合をね、接戦をものにできたら最高だなと思うんで、明日からの DeNA3 連戦もね、この中日戦に引き続きいい試合を見せてもらえるようにね、頑張ってほしいなと思いますし、また明日からも応援しましょう。ということで本日は以上になります。ければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。